鶴が信用金庫は福井県鶴ヶ市に本店を置く信用金庫である。店舗を置くのは鶴ヶ市と旧来の味方郡の例南東部地域であるが、公式サイトによると営業エリアは福井県全域としている。愛称は鶴新。マスコットキャラクターにプリンモップを起用しており、カレンダーなどのイラストとして登場する。また、イチゴのロゴマークを採用しており、 封筒などに印刷されている。2018年度決算による自己資本比率は11.87%。店舗の詳細は公式サイトの店舗 ATM のご案内を参照。ATM では北陸地方3県内に本店を置く信用金庫のカードに限って ATM 利用時間内にかかわらず入出金手数料が終日無料で利用できる。また、 北陸3県以外の都道府県の信用金庫のカードでも平日8時45分から18時の入出金、土曜9時14時の出金に限り手数料が無料で利用できる。2007年4月27日、福井銀行、福宝銀行と県内の信用金庫が同年10月をめどにして7金融機関のキャッシュカードを持つ顧客が7金融機関が設置している。 CDATM で残高紹介と現金引き出が手数料を完全無料にする方針であることを発表し、10月1日より福井ふるさとネットサービスとして実施した。ありがとうございます。